おそらく。疲れた。僕、もう一歩も動けないよ。メリーさんも、もうヘトヘト。だけど、これでようやく終わったのよね。やはりベリアルが敗れたか。では計画を次の段階に移すとしよう。おお、サラよ。ちょうどいいところで会ったの。お主を探しておったのじゃ。陛下。私もちょうど陛下を探していたところです。もしや、城下町のポータルのことか？はい。陛下からポータルの消滅を確認したと。報告がありましたので。そうか、わらわもそのことをさらに知らせようとしていたところじゃ。これで今度こそ全てが終わると良いのですね。そうじゃな。しようか。精霊使いレナードよ。信じられないか。ならば良いものを見せてやろう。ポータルの魔法を編み出したのも私たち悪魔使いなのだよ、ベリアル。さあ、ついてこい。ここは魔界の地底深くにある遺跡さ。悪魔使いの始まりの地とでも言うべき場所だな。魔界と呼ばれているこの地は、元は高い文明を持っていたある者たちが人間界を離れ極秘の研究を行うための秘密の場所だったのさ。後に悪魔使いと呼ばれるその者たちは、太古の時代にこの地で人間界に住まう者どもを支配するための兵器をここで量産していた。これがその兵器さ。鉄と歯車でできた意志を持たぬからくり人形だ。だがある時、その者たちはこのような意志を持たぬ人形ではなく、完全なる生物を作り出す秘術を編み出した。そうして生まれたのがお前たち悪魔族だ。そう悲観するな。何もお前たちを従えてどうこうしようだなんて私は考えちゃいない。私の望み、そんな大それたことは考えちゃいないさ。ただの復讐だよ。レナードさん、レナードさん、しっかりしてください。レナードさん、よかった、気がついたんですね。このまま目を覚まさなかったらどうしようってヒヤヒヤしたよ。正気による一時的な意識の消失だと予想はしていたけど、何事もなくてよかった。あ、よかった。メリーさんもすごく心配したんだよ。あんたがいないと私たちはここから出られなくなっちゃうんだから、しっかりしてよね。戻ったら無理せず休みましょうね。もう全て終わったんですから。直接聞いてみればわかるんじゃないかな。そうね、行ってみましょう。
より直々に命を受けて噂になっている発光体を調査していたのですが、それでも王城に入ることはできませんか？何かあったんですか？王城に入れないようなのですか？そんな、ポータルがどうして？嘘でしょ？ベリアルはもういないはずなのに！二人はこのポータルの先にいる可能性が高い。いくら兵士とはいえ、普通の人間は魔物に立ち向かうのは困難を極める。このままじゃいたずらに犠牲者を増やしていくだけよ。私たちが何とかしないと。私たちはずっとこのポータルの向こう側で魔物たちと戦ってきました。私たちならこの問題を解決できるはずです。